どうも、くまです。今回は、PP2000 イグニスフォーチュン、なんだかよくわかんないけど、を使って、クイックマッチの殲滅潜っていこうと思います。カスタムはバーストとロングレンジバレルがあって、バーストにしてもいいんすけど、ロングレンジつけると、ポイントマンとしては異例の 53.4 っていうかなり長い射程になるので、しかも元々の攻撃力も 40.5 と非常に高い。まあ防御貫通は 0.0 で低いんですが、攻撃力が高くて、射程も長いみたいな、かなりいいポイントマンじゃないかなと思います。この武器、なんだったっけ、福ボックス金貨で当たったポイントマンですが、まあロノさんとかもこれ持ってんだよね。なんでたまに、ロノさんとペアでこれ使ってやってる時もあります。じゃあ、クイックマッチ殲滅へゴー。どうも、クマです。クイックマッチ殲滅イベント、第5回目やっていこうと思います。よろしくお願いいたします。使っていく武器は PP2000、まあ、かなり強いポイントマンだと思う。うわ、なんだ、もういる。早くね。ちょっと予想外のダメージだったな。うわぁ、まあ、これはしゃあないね。背後から敵、じゃあ背後を勝つか。いないぞ。いや、当たんないな。今のはエイムが悪いと思う。あー、やれると思ったんだけど、相手の方が強い。うわ、結構なんか敵が近い気がする。あー、くそー、結構見失ったな、敵を。ありとあらゆるとこに。ダメだな、ここ苦手だな。まずは奥にボム投げて。そう、今のポイントマン勝負は勝たなきゃダメだろう。やべ、弾切れ。そう、 PP2000 はね、弾が少ない気がするんだよね。連射力の割に27発しかないからね。奥にボムないと。あー、ダメか。そう、敵がどこにいるのか探しちゃうよな。やばい、もう OTS の新しいやつだ。でもね、ダンスアップモデルなんだよね。ダンスアップモデルはいらない。やばい、結構中央突破ガンガンされそうな感じだったね。じゃ中央寄りに行きますか。あ、なんだこれ、殲滅らしからぬ。
強いね、普通に。ダメか。さすがにそんな甘えさせてはくれない。手榴弾投擲。いやーダメか、もう 16.5。 でももう終盤だね。いやーダメか、枯れないわ、下手いわ。ポイントマンの段数でね、ちょっとご利用そうとしがちだな。あと1キルやん。いけるいけるいける。いやーいけた今、ちょっと敵だと思わなかったわ。やべ、あと1キル、あと1キル、ほら行きたい。いやダメだ、当たんねえよ。あいけた。あーやべ、よっしゃ勝った。しかもうわ一発クリアじゃん PP2000。いや強いな。ってことは強いんだわ。はい、成績はこんな感じです。 21.5 のスコアで13キル、11アシスト、まあダメージは 12.6 と、 21.5 キルの、18と、うん、素晴らしいな。それではご視聴ありがとうございました。